皆さん、こんにちは。早稲田大学の同窓会の西村でございます。諸先輩を前にですね、僭越ではございますが一言ご挨拶をさせていただきます。本日はですね、中山理事長先生、それから小野学長先生、新学長先生ですね、それから教職員の皆様、それから旧職員の皆様、それからですね、今日は講演会はですね、石橋会長が来られています。それから文徳高校が竹下校長先生、それから緒方教頭先生、それから中村准局長様、それからですね、文徳高校の遠徳会からですね、佐渡口会長様、ほか役員の皆様、それから大学の方ですけど、大学の創学会、これは先生、卒業した先生の高校の先生の会があるんですけども、そこからですね、上村会長、ほか役員の皆様、それからですね、同窓会13支部、これは会長さん、それからですね、役員の方が来られています。本当ですね、やっぱり今日はですね、ちょっと雨も降ってですね、ちょっと天気もあれですけどですね、本当多くですね、来ていただきました。それからですね、今日ですね、確かにあれですけど、昭和62年の卒業の方、還暦ですね。なんか土木の方が16人ぐらい来られてますということで、本当は素晴らしいですね。本当大変だと思います。ありがとうございます。それからですね、52年卒業の方ですね、確かですね、時ですね。まあ僕も52年ですけど、本当はいろいろですね、話したら出てくるということでですね、言われまして、本当は去年もですね260人ほどだったんですが、今日は300人弱のですね、本当本心が深められたらいいと思いますし、同窓会の皆さんがですね、やっぱりこういう集まってですね、いろんな会話をされて、やっぱり本心を深めていただければですね、また大学の方もですね、本当は活気ある大学ですし、先ほど小野学長先生からですね、ちょっと講演がありましたけれども、ずっと私一番前で食い寄り見たんですが、やっぱりですね、中山理事長先生から継承されて、やっぱ小野学長先生が去年の10月に学長になれた、これは本当ですね、3代目として素晴らしいことだと思います。その後はですね、またやっぱりまた中山先生、副学長さんがまた継承されるとは思うんですけども、このやっぱりですね、5年10年はですね、やっぱり小野学長で行っていただいて、それを今度また次につないでいただくというのがですね、素晴らしいことですし、私たち同窓生としましても、なかなか若い方がなかなか集まらんということもありますけど、やっぱりすぐはできないと思います。やっぱり5年10年かけて、やっぱり大学と一緒にですね、歩んでいく、微力ながらですけどね、やっぱり過ごしている、それとやっぱり創学会の方と、それとやっぱり遠徳会のですね、高校の方ですね、とのつながりをですね、しっかり持ってやっぱりせんとですね、やっぱり継承していく、やっぱり存続していくということが大事なことですから、伝統というのは大事せんということになりますので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。